百名城だけじゃない戦国近江のお城。今回は滋賀県長浜市にある田上山城を紹介。田上山城は標高323メートルの田上山に築かれた山城。田上山城の麓には北国街道が通り、峠を越えて越前とつながる重要な場所で、織田家の主導権を争った賤ヶ岳の戦いでは、豊臣秀吉軍が田上山城を本陣にしていた。賤ヶ岳の戦いに関連したお城では、秀吉と対立した柴田勝家が本陣にしていた玄宝城が国の指定史跡になり、俗日本百名城にも選ばれている。では秀吉軍が本陣とした田上山城はどんなお城だったのでしょうか。今回は田上山城の歴史とお城の特徴を紹介していきます。田上山城の歴史。冒頭でも話したように、田上山城は1583年の賤ヶ岳の戦いで秀吉軍の本陣として利用されたお城。しかしそれ以前に田上山城は築かれている。1570年織田信長と浅井長政、朝倉義景は敵対し争っていた。越前の戦国大名朝倉義景は浅井長政を支援するため何度も近江へ出陣していて、越前から近江へ進出の拠点として琵琶湖北部にある木の本が最適だった。そしてこの頃に朝倉義景によって田上山城が築かれたと考える。信長も朝倉氏と浅井氏の連携を阻止するために木の本を二度放火している。1573年浅井氏の本拠地小谷城を守る山本山城が信長側へと寝返ったことをきっかけに、信長は岐阜から近江へ出陣し小谷城を包囲。朝倉義景も浅井氏支援のために出陣し田上山城に入城していた。しかしながら信長軍によって小谷城の後方を守る大津城が落とされ、朝倉浅井の連絡が断たれてしまう。これを不利と見た義景は田上山城から越前へ退却を開始。ところが信長軍の追撃を受け、本拠地の一条谷を焼かれて義景は自陣し、朝倉氏は滅亡している。このように田上山城は最初朝倉氏の近江での拠点として利用されていた。朝倉浅井氏との戦いから9年後、1582年織田信長が本能寺の変で亡くなると、清須会議によって信長の孫三法師が織田家の当主になり、柴田勝家や秀吉などの家老が合議によって政治を行うことが決定された。しかし織田家内での権力争いが深まり、秀吉と信長の三男信孝と勝家が対立していく。翌1583年になって勝家軍が越前から出陣してきたため、秀吉軍も木の本へ向かい退陣した。この時秀吉軍勝家軍ともに多くのお城陣城を築いていて、田上山城は改修されて秀吉軍の本陣になり、秀吉の弟秀長が守備している。そして秀吉は戦場を秀長に任せて岐阜城の織田の武高を攻撃するため大垣城へ向かった。秀吉が賤ヶ岳の戦場を離れたことに勝家軍が反応し、勝家軍の佐久間盛政が秀吉側の陣次郎を攻撃。佐久間隊は大岩山砦で岩崎山砦を落とし、秀吉側の武将中川清秀を自陣に追い込む戦果を上げている。大垣にいた秀吉は勝家軍の攻撃があった知らせを受けて美濃大返しといわれる行軍をし、短時間で木の本へ戻っていた。そして佐久間盛政が秀吉軍の攻撃を受けて敗走したことや、勝家軍の一員だった前田利家などが戦場を離れたことで、勝家は居城の北の庄城へ退却。こうして賤ヶ岳の戦いは秀吉軍の勝利に終わり、この直後秀吉軍に北の庄城を包囲された勝家は自陣している。賤ヶ岳の戦いが終わると田上山城も廃城になったと考えられている。続いてお城の特徴。田上山城は標高323メートルの田上山に築かれ、四角を中心に北、西、南の尾根に廓を設けている。四角は東西30メートル、南北35メートルの規模で、周囲を土塁によって囲まれている。四角の出入り口は北と南側に作られている。四角の西側には
2つの郭が設けられているけど、郭内は平らになっておらず、自然地形を土塁で囲んだ形をしている。西側の端に出入り口が作られていて、周囲の土塁を屈曲させることで出入り口に側面から攻撃できるようにしていた。主郭と西側の郭はその形が自然の地形に沿って作られているため、朝倉氏によって築かれたものと考えられている。主郭の北側には堀切を設け、土橋を渡った先に郭がある。北側の郭は主郭の方角以外を土塁で囲んでいる。この郭には北側に出入り口があり、その先には土塁で囲まれた小さな空間が作られている。この小さな空間は出入り口の前面を守備していて、馬出しと見ることができる。この馬出しからさらに北へ150メートル離れたところに土塁が設けられている。 L 字状の土塁を連続して作って、側面から攻撃できるようにし、ここで城内と城外を区切っていた。この土塁と馬出しの間は緩やかな自然地形のままで、郭は作られていなかった。そのため兵の駐屯場所だったと考えられている。最後に南側の郭は主郭より1台低く作られていて、周囲を土塁に囲まれている。この郭だけ直接主郭とはつながっておらず、主郭との間は分厚い土塁で塞がれている。敵が主郭を目指す場合、この郭の脇を通らなければならないので、正面や側面から攻撃を受けることになった。またこの郭で守備する兵は後方の主郭への通路が不安定なままで戦わなくてはならなかった。このように田上山城は朝倉氏が築いた山城をもとに、賤ヶ岳の戦いにおいて秀吉軍が改修し利用していた。馬出しや屈曲させた土塁による防御は技巧的で、この時期の秀吉軍の築城技術を示している。主郭を囲む土塁や馬出し、堀切などが見どころなお城です。お城跡へは麓の神社から約30分で行くことができる。登山の装備や虫除け、熊除け鈴などを準備して安全に見学してください。